岩国京派の上舞は、山口県岩国市業派に近世以前から伝承され、地元の人々によって奉納されている神楽国の重要無形民族文化財に指定されている。岩国京派の上舞は、民族文化財としての指定名称で、地元での故障は、神舞もしくは神楽岩国京派の上舞は、7年に一度、4月に、 行われる式年の神楽であるが、毎年10月中旬、行派の改ま者の霊祭においても神楽が奉納される。秋の霊祭で奉納される演目は、以下の十二座である。7年に一度の式年の神楽の年の4月には、行派地区を流れる西木川の河原に島四方の神殿が組まれ、上記のすべての演目が取り行われるほか、八冠という神楽が披露される。 八巻では高さ25メートルの松を立て、そこに縁者が這い上がる。元、前舞では、湯立て及び、家賃と呼ばれる神事も執行される。これら神事と常述のすべての演目を奉納するには、全員や祭りから当日にかけての約15時間を要する。補足、神舞を伝承するための練習場として、新たま者の金坊に、 岩国行派の神舞伝承館が設置されている。岩国行派の神舞伝承館、ありがとうございます。